なあ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 、聞いてくれよ聞いてくれよ。あのね、前キックフリップ乗れたんよ、やっと。いやー、思って1年近くかかったね。いや時間かかったわ。あ、お前半年なの、すごいね。あ、何たかし3ヶ月あー、やるね。あ、何ゆうた1ヶ月。あ、ゆうちゃんすげえな。え、2週間ん、え、1週間は1日え、1時間は、は、初トライ。とまあね、あのすごいって言ってくれたとしてもね、あの心の中ではそんなこと聞いてねえよって思ってます。実際その他の人がどのぐらいかかったかを聞いてるわけじゃないですか。あのできたんで、半年頑張ってようやくできたよ、やったーって気持ちを報告しに来てるんです。素直におめでとうって言ってあげられる人になってくれたらなと。まあ多くの人は言えると思いますけどね。あのネットとか見てるとよくそういうのがあるんですよ。YouTube とかでね、半年練習して予約乗れましたみたいな動画とかがあって、それに対するなんかコメントが、6ヶ月かかってんのなんて長すぎとか、俺2週間だったしとか、俺2時間だったしとかっていう、なんかキッズみたいなコメントが結構あるんで、まあそういうことしちゃうとね、まあこれからまたオリンピックとかもあってスケーターって増えてくると思ってて、それで初心者の方がねこうやって練習めちゃくちゃ頑張ってようやく乗れたっていうのを、まあ報告しに来ることってまあ多々あると思うんですよ。そういった時にまあ大人の対応していただけると、まあ既存のスケーターの方はね、大人の対応していただけると、その人がもっとやる気を出してくれる、もっとやる気を引き出せるような返しができるといいのかなっていう、まあ、純粋にその、あ、半年かかったんだ、あ、半年でやれたんだ、頑張ったね、すごいねって言ってあげるだけでいいと思うんで、そこをね、今後のスケボーの発展も見据えてやっていただけると非常にありがたいなと思っております。ショートコントでした。